目腫れてる。なんかさ、めっちゃ目腫れてるんだけど。めっちゃ生えてるかな。目をかっ開いて生きていきます今日は。なんか腫れてるっていうかさ、眠たそうだよね。え、ね、七木公園さ、DMM さ、そう、ちょうどね、今さっきさ、12時半だったから、あの、七木公園見ようかなって、ラムネ公園。って思って、ラムネ公園見てたんよ。そしたら、なんと、ミーリさんが子犬をしてました。可愛かったな。そう、びっくりしちゃった。そう、見てたの、今さっきチラッと。そしたらリーターが子犬をしてまして、可愛すぎやろって思いました。普通にマジ可愛かった。なんかみんな可愛くなったなって思いました。そう、みんなさ可愛くなった。すごいね、やっぱ成長が。成長を感じますね。なんかもうマジ目が腫れてるんだけど、どうしよう。昨日もめっちゃ腫れてて、今日もさすがに今日治るかなとか思ってたら、今日もバチクソに腫れてて、だから今日はカラコンは、カラコンはめっちゃ小さめでいこうか。入れようかな、カラコン。あっちで入れるのめんどいんだよね、なんだかんだ。これにしよう。あ、どっちにしようかな。今日はちょっとあれにするか。何にしようか。これでいいや。こっちにしよう。あれ、どこやった。ん、私の、あ、これだこれだ、あ、あった。なんか目がね、マジで開かない今日全然。なんでさ腫れてるんだと思う、目って。なんで腫れてるのかな。
しい腫れてるの。マジ漏れないしからさ、目がちっちゃいんだよね。しかも昨日はさ、そんなさ腫れると思ってなかったからさ、割とさ大きめつけてしまって、そうだから余計に目が、これはマジナチュラルカラコンだけど、ちょっと大きくなるよっていうやつです。ね、なんかね、これで見るとあんまりなんだけど、めっちゃね、目が腫れてるの。やだな。どうしたらいいと思う。なんで入る。だからちょっとここ数日は私の顔がすっごいことになってると思うんだけど、マジ許してください。なんかさ、カラコンってさ、ここもめっちゃ赤いしさ、ね、ここがね、めっちゃ赤い。はい、カラコンつけました。出た。薬がね、どっかにあるはず。なんかめっちゃさ、最悪なんだけど、サマステの前日まで全然大丈夫だったのにさ、急にサマステに通った。あっ、あっ、この、落ちた。落ちてめっちゃ大惨事。ここは濡れてるわ。まあまあまあ別に晴れててもいいけどね。我慢すべき。でもなんか朝起きた時とか全然ね、目が開かなくて、なんか目がもう重力でに負けてる感じした。今日のリハをめっちゃ踊って汗かいたら多分マシになりそう。七期生よりもフレッシュに踊ったらね、むくみ取れそうだな。今日前髪切る、なんかさ、この前適当に切っちゃったからさ、めっちゃガタガタ。
見て、みんな見て、あんま見せちゃいけないかも、だから一瞬だけね、じゃんじゃん、ひゅーん、やっぱ反射する、めっちゃこんな感じでパーリーピーポーです。私とミナはこれにこうやってパーク内を歩いてました。やばいよね、こうやって歩いてました、2人で。だってさ、しかもさ、なんかディズニーのいいところってさ、こんなさ、かぶり物したり、こんなさ、かわいいサングラスさつけてもさ、なんか大丈夫なところがすごく良くない？ディズニーパワーす。今日これで公園出たいな、私。なんかずれる、これ。っていう感じです。そう。良いディズニーって。今日ちょっと前髪重くしようかなと思ってるんだよね。そう、ちょっと前髪重くして、こんぐらい、薄いか、なんかさ、薄いとさ、思ったら薄いと私さ、ちょっとドライ失礼します。無音だった、まだ。そう、今話したのは、やけどが良くなりましたってとか、やもう時間だ、終わります。何もしてないんだけど、私。13位ミルンカルゲさん、ありがとうございます。12位カペチョロさん、ありがとうございます。11位なっちゃんさん、ありがとうございます。10位ジュンさん、ありがとうございます。9位しみしみさん、ありがとうございます。8位カンさん、ありがとうございます。7位ちゃんとくさん、ありがとうございます。6位ワンタンメンさん、ありがとうございます。5位ゲントルさん、ありがとうございます。4位迷子の子さん、迷子の子さん、ありがとうございます。3位ただの魚さん、ありがとうございます。2位 DD マサさん、ありがとうございます。1位葵ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。でありがとうございました。今日からね、公演が続くんですけど、じゃあねー。